エン君は私が女王を理解していないから反魂香が作れないと言った。女王というものはどうやって理解するのだろうか。大切な人、あなたのそばにいる食玉たちもあなたのことをとても大切にしているだろう。私の大切な人になってくれないか。すまない、ずっと黙っていたが、私は食玉の天候発揮だ。ああ、そうだ。あなたが香料を欲して、わざわざ英州に出向いてまで作ろうとした天候発揮だ。私も食玉だ。あなたを大切な人だと思えば、私にも情というものが生まれるかもしれない。若様、ここにいたんですね。話せば長くなりますが、とにかくここは危ないです。二人とも今すぐ私が占いで出した方角に逃げてください。早くしないと間に合わない。何が間に合わないのです？節水、どうしてここに。まあいい。祖小路によるとここは危ないそうだ。一緒に逃げよう。その必要はありません。彼こそが危険な原因そのものなのです。彼の言う通りです。無礼を許してくださいね。ハンコン公の霊光は急速に弱まっています。ゴーコーフは食火炎の支援を受けてもハンコン公を作れませんでした。食火炎エン君は英州の大多数の民の同意を得てゴーコーフのものを全員取り押さえることを決定しました。明日の夜、天将をハンコン寺のそばに連れて行きます。エン君がハンコン寺の霊力を取り戻す方法を見つけたそうです。ただ皆さんにも役に立ってもらいます。ここ数日ずっと塔の上で星を観測し皆のために占っていました。先ほど塔から雪星が険しい顔をした手下の二人を連れ、こちらに向かっているのが見えました。直感的に異変を感じました。すぐに吉兆の方角を占い、彼らからお二人を逃がそうと思ったのですが、捕まってしまいました。気にするな。少なくとも今は安全だ。ただエン君はどうやって英州を危機から救うつもりなのか知りたいものだ。若様、今のうちに少しでも眠ってください。ずっと落ち着かないようです。後でハンコン寺に行く途中、もし逃げるとしても体力は必要ですよ。大丈夫だ。節制は無事だろう。それに、エン君は私たちにもやるべきことがあると言っていたようだしな。気持ちを落ち着けたいなら、調香のやり方を教えてやる。調香と調理は似たところがある。あなたならすぐに習得できるだろう。若様は賢いので、すぐに習得できるはずです。
古代人は芸術感覚に優れていた。お香は自然の中より生まれ、匠の手によって生まれ変わり、炎の中で転移を示す。よって兆候から着火まで、すべてに気を配る必要がある。香の使い道や形などを決めた後、君臣補佐に則って兆候する。すなわち、一種類の香料を君主とし、他の香料や薬剤は進化、補佐に徹する。各香料が各自の役割を果たして、ようやくすべての香料と薬剤の特徴が活かされ、成功の基準に達する。このレシピの材料は非常にシンプル。濃厚な香りの人工を主軸として、人を魅了するダチュラに補助を委ね、英州の特殊な調香素材である蜜で精製し、団子状に丸めて乾かすの。この香りがわかるか？いいぞ。才能があるようだ。上等な人工は少しピリリとした刺激がある。そして、ここの人工は淡い乳の香りがする。この人工はまだ完成していない。直接研磨しよう。刀は鋭いから気をつけるんだ。大丈夫か？とても鋭い刃ですね。早く手当てしないと。天正様、この部屋に止血できる薬剤はありますか？調香に使う材料のほとんどは薬剤としての効果もある。確かに止血効果がある薬剤はあるが、精製する必要がある。即時傷口を抑えて血を止めてくれ。薬を探してくる。